パーソンズブールバード駅は、クイーンズ区ジャマイカのパーソンズブールバードとヒルサイド、アベニューの交差点にある、ニューヨーク市地下鉄、IND クイーンズブールバード線の駅である。E 系統が、ラッシュ時のみ、F 系統が、終日停車する。1937年4月24日に、IND クイーンズブールバード線が、 キューガーデンマイナスユニオンターンパイク駅から169丁目駅まで開業した際に、当駅はその区間の途中駅として開業した。169丁目駅が終着駅だった頃は、169丁目駅の設備が不十分だったことから、当駅は f 系統の終着駅であった。そのため、その後は184番プレイスまで線路を伸ばし、途中に十分な 折り返し設備などを設けた駅を設置する予定であった。この延伸は世界恐慌及び第二次世界大戦で開業が遅延し、最終的に同区間は1950年12月11日に開業している。2015年から2019年にかけてのまた、投資計画より、当駅ほか30駅を最大6ヶ月間閉鎖して全面的なリニューアルを行い、 リニューアルでは携帯電話サービスや Wi-Fi、充電場所の設置、案内標識や照明の更新などが行われる予定であった。しかし、当駅を含む13駅のリニューアルについては、資金不足のため2018年に計画の修正を行っており、これにより2020年から2024年にかけての投資計画まで延期されている。当駅は、島式ホーム二面四線の構造を持つ。 地下駅で急行線は E 系統がラッシュ時に使うのみで終日運転される F 系統は観光線を使用する。ホームやメザニンの愛い事項は赤色で、ホームの壁タイルも赤色である。また、ホームの壁タイルにはパーソンズとレタリングされた看板が黒字に白文字で取り付けられている。当駅はフォレストヒルズ十一番街駅が二千十四年にエレベーターが設置され、 ADA に対応して、以降、急行線のみのコートスクエア -23、町名駅を除けば、クイーンズ区内において、IND クイーンズブールバード線の急行停車駅で、唯一 ADA に対応していない駅となった。しかし、当駅も2020年から2024年のまた、投資計画において、エレベーターの設置予定が公表された。メザニンは、ホーム全長にわたって設置され、 両端に改札がある。北側のみ、終日開いており、階段は、パーソンズブールバードとヒルサイドアベニュー交差点の、南東、南西と北西に通じる。また、南側には、無人改札があり、ヒルサイドアベニューと153丁目交差点の北側、南東、南西に階段が設置されている。ありがとうございます。